トリック軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,339人であり、2000年の12,597人から13.8%増加した。軍庁所在地は唯一の法人化都市であるカディスである。トリック軍は1820年に設立され、軍名は アメリカ独立戦争時のフロンティアにおける軍人であり、ブルーリックスの戦いで戦死したスティーブン・エル・トリグにちなんで名付けられた。2009年までアルコール飲料の販売が制限あるいは禁止されるドライ軍だったが、住民投票の結果、禁差で禁止法を撤廃した。トリック軍は軍長が統率する軍政委員会によって収められている。現在の軍長は、 共和党員のスタンデー H ハンフリーズである。トリック軍は、テネシー州にもまたがるクラークスビル大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は481.13平方マイルであり、このうち陸地443.12平方マイル、水域は38.01平方マイルで、水域率は7.90%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には FM2 曲、AM1 曲のラジオが放送されている。新聞としてはザカビスレコードが発行されている。ありがとうございます。